こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。第7回の動画では、潜在意識はいつ活動しているのかというお話をしましたね。潜在意識のあなた、つまり今のあなたが一人いるとすると、潜在意識には19人の自分がいるということを説明しました。その19人はいつ活動しているのでしょうか。もっとも活動するときは、夢の中だということをお話ししました。もちろん、今、あなたが起きて活動しているときにも、この19人も一緒に存在しています。実は、この19人は、あなたが何かをしているときにも、聞き耳を立てているのです。ということで、今日のテーマは、潜在意識とテレビの関係です。あなたは、テレビをつけっぱなしにしていませんか？なんとなく、音がないと寂しいとか、退屈する、という理由で、家事をしながらテレビをつけっぱなし、ということをしているかもしれません。そのテレビから、どんな話が流れているでしょうか？誰かが死んだ話、政治家が追及されている話、どこかで戦争が起きている話、経済が落ち込んでいる話、などなど、家事をしているあなたは真剣に聞いていないかもしれませんが、実は潜在意識のたくさんの自分は、それらを熱心に聞いています。テレビというのは、視聴者を夢中にさせるために存在しているので、言い換えると、視聴者をどれだけ感情的にするか、ということを目的としています。ですから、簡単に煽れる憤りとか、涙する話とか、スポーツの感動とか、かわいそうな人への同情、そういうものを煽るように作られているのです。潜在意識とは感情脳のことだ、ということを言いましたよね。感情脳である潜在意識は、これらの話が大好きなので、しっかり聞いているというわけです。つまり、テレビは大体のところ、過去の自分を活性化しているのです。もう一つ重要なことがあります。テレビの中の話はあなたの話ではないのですが、それによって引き起こされる感情は、あなたのものそのものです。ですから、結局、自分がそれらを体験したのと同じ効果があります。これは、映画で怖いシーンを見ると、観客の自分もビクッと飛び跳ねるのと同じですね。ですから、スポーツの感動はともかく、ネガティブなものはあまり体によくありませんね。もちろん、テレビで再現される量は実際に体験するのとは違い、ごく少量ではありますが、それを毎日積み重ねると、だんだんと量が増えていきます。ですから、これを野放しにするのはあまりいいことではありませんね。できれば、テレビの番組はしっかりと選んで、憤りの感情を煽るものを見るのはやめて、知識や良い感動を与えるものを選んで見る方がいいでしょう。そして、つけっぱなしはやめましょう。テレビをつけっぱなしにしちゃいけないの？そんなこと、できない。と思ったあなた。でも、テレビから流れ出る内容さえコントロールできないならば、潜在意識から流れ出る思いをコントロールするのは、もっと難しいですよ。自分を幸運体質にするには、努力が必要です。テレビの中身を変えることがなかなかできなくても、少しずつできることから始めてみましょう。